1931年のコース1931年のルマン24時間レースは9回目のルマン24時間レースであり、1931年6月13日から6月14日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。ヨーロッパの経済状況は深刻で出走したのは26台に止まった。メルセデスベンツは SSK という超高性能スポーツカーを作り上げ、 他のスポーツカーレースで連戦連勝してルマンに乗り込んできた。完走したのは6台で、これは2014年のルマン24時間レースに至るまで史上最小台数記録である。ハウキョウ、ヘンリー・バーキングミのアルファロミオ 8C が24時間で3 0 1 7 6 5 4トルを平均速度時速1 2 5 7 3 5トルまたは 時速 125.37km で走って優勝した。メルセデスベンツ SSK は有り余る出力が災いしてタイヤの摩耗に悩まされ2位に終わった。この頃からドイツではアドルフ・ヒトラーが台頭してグランプリレースに力を入れるようになり、その講演を受けてメルセデスベンツやアウトウィニオンが我が物顔で走るグランプリレースでは勝ち目がなくなったメーカーが ドイツ勢が出場しなくなったルマに集まったため、参加台数は減らなかった。ありがとうございます。